はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。6月は22日の木曜日でございまして、16時15分ですね。ですね、ドルウォンは 1294.50 と、弱いですね、やっぱりね。はい、じゃあ本題いきましょう。本題は中国でございまして、中国が資金調達締め付け切れる地方政府の命綱ということですね。これは昨日の3時50分午後、丸1日ぐらい前ですね、に出た記事でして、ちょっと読みましょう。資金難にあえぐ中国の地方政府にとって命綱だった民間からの資金調達ルートが断たれようとしている。信用リスクとデフォルト、債務不履行の不安が高まる可能性があると。中国当局は何年も前から地方政府の借入れ規則を厳格化し、銀行融資や企債へのアクセスを抑制してきた。このため地方政府の資金調達組織である融資平台は次第に民間ファンドを通じた資金調達ルートに深く入り込んでいった。しかし中国証券投資基金業協会AMAC は4月末に示した草案で、民間ファンドが純資産の 25% 以上を単一の証券に投資したり、その発行代から仲介手数料を受け取ることを禁止する方針を打ち出した。こうしたファンドは通常融資平台が発行した流動性の乏しい高利回り債を資産運用会社が仲介して販売する手段となっている。以下うにゃうにゃあるんですけどですね、飛ばします。もっと全体的には分かりにくい記事ではありますね。例えば現在上海にある資産運用会社が販売している商品は、山東省の融資平台が発行した債券にしか投資しておらず、期間2年で利回りは 7.5% に達する。同期間の中国国債の利回りは 2.2%。 そんな感じなんですよ。どういうことかと言いますとですね、中国という国はですね、中央政府はあるんですけども、ほとんどの行政は地方政府が担ってるわけですね。で、地方政府は地方政府で地元から税金を取るんですけどもですね、それ以外にですね、この自分たちの管轄している土地ですね、中国は全部の土地が国のものということになってまして、全部の土地をですね、国が管理するわけがないんで、地方政府は管理をしているわけですね。で、その自分たちの領域の土地をですね、勝手にというか、勝手にちゃいますね、きちんと売り飛ばしてですね、借地権を売るわけですけどね、最高75年の。借地権を売って収入に充ててきたわけですね。で、ですね、デベロッパーがこれをですね、買って、マンションを建てて売っていたというのもあるんですけども、そんなんデベロッパーだけに儲けさせたらあかんやんって、もっとおいら儲けようやというふうに誰も考えますね。で、そこで作ったのが外郭団体である融資平台という組織なわけです。で、ここがですね、言うてみれば一丁紙をする場合もあればですね、自分たちで開発する場合もあるようでございまして、この実態がよくわかりません。で、自分たちで開発する場合は、その融資平台がですね、債券を発行します。社債を発行して資金を調達して、ですね、デベロッパーみたいなことをするということをやっております。で、なぜそんな面倒くさいことをするかといいますと、地方政府がですね、発行できる債券の数がですね、規制をされているわけですね。で、融資平台であればですね、そういう規制の枠外になるということで、融資平台っていうものを作ってですね、その融資平台を作るのは勝手に作れますから、作ってそこを回すようにしてですね、でそこからあれですね、またデベロッパーが一丁紙するとかしてるの、複雑な行動を作ってですね、どんどこですね、開発事業を行って金を膨らませていったわけです。
ところがですね、この今から3年前だったんですけども、3年前に中央政府がですね、あまりにもこの地方政府と融資兵隊がですね、やりたい放題に借金を膨らませてですね、開発をやりすぎていると、そうですね、34億人分の住宅を作っているというふうに、もうそれを指摘されたのが10年近く前なんですね。で、やりすぎていると、過熱しすぎていると。そこでですね、まず不動産会社に対する融資を規制したんですね、3年前に。で、その次にですね、地方政府に対する融資を規制して、で、最後はですね、融資兵隊に対する融資もですね、勝手にやんなみたいに やったわけです。今やってるわけです。それをやろうとしてるわけです。で、どうなるかと言いますとですね、恐ろしい未来が待っています。それは何かというとですね、中国の地方政府が次々にデフォルトをする未来です。地方政府がデフォルトという、こうイメージ的にはですね、例えばですね、神奈川県や埼玉県といったような県庁がですね、金ないねん、支払えへんねんとなる状態です。そこが出した債権、ですね、まあ、県民債とか、まあ、そういうものですね、日本的に言うと。債権がデフォルトするだけでなく、そこの外郭団体ですね、埼玉県融資兵隊みたいなところもデフォルトするわけですね。で、デフォルトというのはですね、借金返せませんってなるわけですね。そのじゃあ借金は県債、県民債とかっていうふうに、まあ、社債みたいなもので賄ってるわけですけど、それ誰が買うてんねんっていう世界ですね。最終的にはですね、バラバラにされて一般人が買ってる場合もあれば、金融機関が買ってる場合もあって、海外の投資が買ってる場合もある。つまりですね、莫大な不良債権が顕在化する、デフォルトになって、で、莫大な損失がそこで顕在化するわけです。俺ね、いや、ほんまにそうなるかどうか分かりませんよ。ほんまにそうなるかどうか分かりませんけど、もしなったらね、中国国内の経済って大混乱ですよ。というか、もう一部そうなってるんですよね。一部そうなっているはずなんですけども、まだ混乱の様子が伝わってこない。なぜか、あの国は報道が統制されてるからなんですよ。どう言いましょうかね。知らんでほんまにという世界で、いや、全く想像もできないんですけども、非常な混乱が起こってですね、それを収拾するのにどうするんでしょうねという感じなんで、社債を買ったやつ、債権を買ったやつが損するのはまだ知れてるかもわかりませんが、最悪はですね、その地方政府の職員の給料が差し払われなかったりするわけですね。いや、一部ね、もう 2年ぐらい前から給与カットなんていう話も出てるわけですよ。これで、ですね、こう借金の塊になってる地方政府はどん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 税制創業で新たな借金をして賄おう賄おうとしてるんですけど、その新たな借金 の手法を次々に閉じていってるというのはこの記事なんです。そうするともう自転車操業ができなくなってパリンパリンパリンですね。いや、本当にそうであればね、あの国は本当に上から下まで大混乱に陥ってですね、一体どうやってそれを収拾するんやろって想像もできないですね。で、それが全国一斉と、一斉でもないけど多発的に起こるというわけですね。知らんで、ほんまにと。で、当然ね、中国国内でですね、そうやって地方政府が次から次へと破綻していっていればですね、それはですね、国全体の経済も悪化させますし、それはなんせ世界第二の経済大国ですからね、世界に波及するということは間違いないと思います。で、経済が破綻するだけだったらいいんですけど、それが政治に及んでくる場合もあります。なんでちょっとね、想像しがたいことがこれから中国で起こる可能性があるなと思いますね。どうするんでしょうね、ほんまに。想像もできません、私は。はい、歴史が変わるかもわかりません。
いや歴史変わっても不思議はないですよ、ほんまに。こっから歴史が変わっても不思議はないですよ。それくらいのですね、インチキが今起ころうとしてるんですよ。もうでね、その混乱をですね、収拾するためにですね、習近平は台湾に行くかもわからないですよ、うん、目を外に向けるというわけはわかりませんけど、はい、一応このですね、ロイターのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。